昨日は梨を白岡市まで買いに行ってきて、まあ、全部食べましたけどね、もうね、昨日今日で、うまいね、梨うまいっすよね。でさ、まあ、梨はいいとしてさ、で、この間、なんだっけ、梨、ぶどうか、ぶどう山梨まで買いに行っていくって、今度梨買いってさ、で、まあ、いろいろあるんでしょうよ。今度どこ行こうかみたいな話したときにさ、別に果物じゃなくてもいいんじゃねみたいなことになって思い出したのが、伊集院さんがラジオで米って、まあご飯をさ、あれ新潟って言ったかな、秋田って言ったかな、新潟だったかな、うちの方まで行ってご飯の新米をたらふく食ったら目なかったみたいなことをラジオで言ってたのを思い出して、僕もだろう、負けずを取らず炭水化物を取らず、それも飯好きですからね、ご飯大好きですから、米どこ行こうかって言ったんだけど、まあ米どこでも作ってますけどね、まあ新潟とかあっちの方ってことになるとちょっと遠いのかな、まあ新潟なのでもそこまで遠くないかな、長野行けば行けるのかな、わかんないですけど、まあちょっと米遠いんじゃないかって、まあ話にはなった。他なんかあんのっつったらさ、米といえば海苔じゃんっつって、おにぎり好きだ、まあ、僕おにぎり好きだから、米といえば海苔の産地ってどうですかっつって、海苔どこだって、有明かと、遠くねってやってさ、海苔なら千葉でもや作ってるよ、房総で作ってるから、房総また行こうかっつって、房総ドライブはうちでは割と定番のドライブ、ちょいちょい房総遊び行ってるんで、房総ならまあ疲れないかな、いつも行ってるところはあんま疲れないし、まあ他にもいろんなもんあるからね、あの空振りってこともないしね、別に海産物うまいですから、海苔以外でもね、海苔をじゃあ今度ちょっと房総の方また調べておいて、海苔の産地に乗りつけてって、海苔つけちゃって海苔食うときのようなことをやって遊ぼうかなと思ってるんですけど、思い出したら、まあラジオまた別のラジオで、安住さんはね、安住紳一郎さんはちゃんぽんが大好きですって、ね、ちゃんぽんの名店のちゃんぽんを食いに、何どこまで行ったって言ったら、なんか離島だったような気がするんだね、その話では確か。離島に行って、レンタカーを仕立てて、山奥のちゃんぽんを食いに行ったみたいな話。知ってたんですか、俺のこの話もだんだんそういう世界になってくるんですから、離島まで行ってちゃんぽん食いたいかなとその時は思って、そういうこと徐々になってくるのかもしれないですね。